第11落下山旅団は、フランス陸軍の旅団。クファットレイカの空挺旅団で、司令部を、オートイコール・ガロンヌケン・バルマに置く。旅団は、約7500名の隊員で構成される。旅団は、命令一家、速やかに、地球規模で展開できるように編成され、軽負傷と軽装甲送輪車両化不評部隊で、構成された、フランスが誇る緊急展開空挺部隊である。 元となった部隊は、旧第11落下山師団で、1999年に、師団から旅団に改編された。2016年6月20日に、第2気候旅団及び、第6軽気候旅団と共に、第3気候師団の霊下となった。フランス落下山兵は、他の兵家とは違い、エリートの証である赤べ冷房の着帽が許される。ただし、第二外人落下山連隊に所属する。 外人部隊兵は外人部隊の伝統である緑ベレーを着望する。一見すると他の外人部隊兵と見分けがつきにくいが、ベレー用バッジが第2外人落下山連隊バッジに変えられている。2011年時点での第11落下山旅団の編成表を2018年時点の編成8個落下山連隊を主力とする。 各連隊には1から3個の空挺コマンド部隊が編入されている。ありがとうございます。